ヒューマンファクターは、クレアム・グリーンが1978年に発表したイギリスのスパイ小説である。1979年に同米で映画化された。ソ連に潜入している情報部員からイギリス秘密情報部ロッカ A からアフリカ関係の内部情報が漏えいしている事実が判明する。ロッカ課長のワトソン、ロッカ A のモーリス・カースルとアーサー・デイビス。 三人の中の誰かが二重スパイと考えられる。バーシバル博士はデイビスが二重スパイと判断し、細菌毒による毒殺を提案する。実はカーソルが二重スパイとしてソ連の工作員ボリスと連絡を取っていた。カーソルは7年前に南アフリカ共和国に赴任していた時に黒人のサラと恋仲になった。黒人と白人の恋愛は、 人種差別放棄に定触する。共産党員のカーソン弁護士の働きで、サラは隣国に脱出することができた。カーすルは、その代償として、ソ連の二重スパイになった。彼はロカへの管理責任者として、アンクル・リーマス作戦に関与することになった。アンクル・リーマス作戦は、イギリス、アメリカ、南アフリカ共和国が人種差別政策において、 共同戦線を張る作戦である。南アフリカ共和国の秘密警察の代表として、コーネリアス・ミュラーがロンドンにやってきた。ミュラーは、7年前にサラを国内に拘束しようとした、過去がある。表面的にはビジネスライクに応対しているが、カースルはミュラーをひどく憎んでいる。そんな時に、バーシバル博士は、証拠が出揃わないうちに、イサミア氏でデイビスを毒殺してしまう。 デイビスの死後、内部情報が漏えいすると、自分に疑いがかかるため、カースルはソ連との連絡を立つ決断をする。その後カースルは、新しいアンクルリーマス作戦の情報をミュラーから手に入れる。ミュラーが憎いカースルは、この情報をソ連に送らずにはいられなくなる。以前の連絡員と再びうまく連絡が取れず、不安になったカースルは、妻のさらに自分が、 ソ連の二重スパイであることを告白する。ソ連との連絡員のハリデー・ジュニアが別件で逮捕されたことにより、カースルは自分の身に危険が及ぶのを察知した。頼みの綱はソ連からのイギリス脱出の手引きだけだった。妻と子をカースルの母の家に追いやり、自宅でソ連からの工作員を待っているうちに現れたのは逮捕されたハリデー・ジュニアの父、ハリデー老人だった。彼は、 昔からの共産党員でカースルを自家用車で指定のホテルまで運んだ。その後工作員の手引きでカースルはヒースロー空港から国外に脱出しモスクワに到着する。カースルはモスクワで歓迎され仕事や住居をあてがわれる。しかしソ連の工作員ボリスから知らされた真実はカースルが報告した経済情報は何の価値もなかったことであった。 アンクルリーマス作戦を全世界に発表して、三国の評判を落とすために、情報提供者カースルの亡命が必須であったのだ。また、息子のパスポートが取得できないことで、サラと息子のモスクワ行きが暗礁に乗り上げことを知らされる。カースルは、職業の選択を誤ったのを知ったが、すでに時遅かった。夜の7時、カースルの母の家の電話が鳴った。 サラが受話器を取り上げると、カオスルの声だった。1979年7月に、宇野俊博役が、早川書房で、単行本出版し、2006年10月に、香が卓郎の新役が、文庫出版された。ありがとうございます。